お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。M1 2回戦が昨日あったということで、行ってきたわけでしょ。はい、そうですね、やってきました。とりあえず一旦昨日その M1 の2回戦でやったネタの方ちょっと見せてもらっていいですか。さっきすれ違ったネビビビさん、2番手 A ブロック2番手やったんですけど、もう途中漫才止められるちゃうかってぐらい重かったらしいですね。ナビシンさんお笑いすんの怖いって顔したもん。それがやっぱ M1 ですよね、結局ちょっと、まあまあ、でもまあまあやることはもう変わりないですから、頑張ろう。はい、頑張りましょう。こんにちは、柴田と小畑と申します。お願いします。あのね、はい、今度の親の誕生日がありましてね。あ、そうなんや。ちょっとあの親孝行そろそろせなあかんないな。いやもうせなあかんね、そういう時期やね。そうなんですよ。あの僕はもう特にお袋にしたいんですよ。あ、お袋、僕はもうあのお袋にずっとお世話になってて、部活やってて朝早く起こしてくれたりとか、お袋がお弁当詰めてくれたりとか、まあ、やっぱ感謝してるんですよね。ちょっと、ね、ちょっと待って、お袋っていうタイプですよね。あ、なんかそうなんや。なんか呼び方振るないそれ。あ、まあまあまあ、でもうち親父もそう呼んでたからね。いやいや、今時お袋ってね、これ別に誰も古い古い気にしてへんよ別に。そんなおっかーのこと、え、おっかーって呼んでんのお前な。お前おっかーって呼んでんの。何が、お前の方が言い方古いね。そんなことないですよね。まだ子供が全員丸坊主タンクトップの時の言い方やから。何がよ。おっかー、おっかーおぶってくれやの時のおっかーや。そんなことないですよ、ね、お前の方が古いから。ほんなそんな言うやったらね、おっかーに親子がどんなことしたいの。おふくろな、おふくろにこうなんかもう2人でさ、なんか映画なんか見に行って、もう仲良く過ごしたいんですよ。彼女と行くもんやろそれは。何が、彼女と行った方が楽しいや、映画なんか。細かいね、お前いちいち。なんか僕だったらおっかーとプリクラとか撮ってね。それ彼女と行けよお前な。プリクラ、え、プリクラこそ彼女と行くやん。なんでお前おっかーとのプリクラなんて書くの。じゃあはおぶってくれやーって書くんか。じゃあな、書かへんよ。おかーおぶってピースーって書くんか。じゃあなんでそんな書くねん。お前の方が彼女と行くやつやねん。そんな他どうすんねん。じゃあなん食わしたらええやん。じゃあうまいもん。カニやカニ、カニ食わすわ。じゃあ会話なくなるやろあれ。もうええって細かいね。会話してたいですよ。じゃあお前何食わすねん。僕らラーメン屋の一覧とかね。会話なくなるやろお前な。あんなのお前シキリータのオンパレードやで。お前なんやねん、こうやって会話すんの。じゃあお前食べてシキリ声、食べてシキリ声みたいな。何が薬味とか入れてお前おっかーとこうなることなんで。こうやってお前奥のお茶と目やって、お前会話できへんやんけ。お前どうすんねん。じゃあほんでもプレゼントや、ウォークマンあげるわ俺。操作むずいやろあれは。ええやんそんなん。もうさっきから僕やったらドローンとかね。操作むずいやろお前な。そんな何がやねん。ちょ待って待ってお前な。何、ちょ坂越えてくんのやめてくれへん。超える、俺が言うこと超えてんねん。は、俺がなんかおふくろっつったらお前がおっかって言ったり、俺がカニっつったらお前が一蘭って言ったり。そのお前ってやつやめてくれん。ずっと何、いや人を下に見てるようなさ。いやそんなん今話してへん。俺が下におるみたいやんか。いや今そんな話してへん。わかるか坊や。それ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 、ね、めっちゃ下に見てるやん坊やって。坊やどうしたんやん。超えてきてるでしょこいつさっきから。何がやん。いや見たわかるよっすよ、こいつ超えてますよね。誰に聞いてんねんそれ。何が、お客さんに聞いてどうすんねん。お客さん見てたからわかるやん。おかしいですよね照明さん。誰に聞いてんねんお前な。ずっとね声照明さんに聞いてどうすんの今。坊やがずっとライトチカチカしてくれんのそれで。なんか坊やがおかしいんですよ。もう話ずれてるから。何が、お前もうええわ。親孝行結局何すんの。じゃカニ食べに行こうかな。じゃあ採用されてるやん。やめさせてもらうわ。ありがとうございました。ありがとうございました。2回戦終わりましたけどどうでしたか。敗退しました。いやまだ分からんやろ、まだ分からんやろ。全然ダメでした。まあまあ思ってたようにはちょっといかなかったっすね。あのネタじゃどんだけ考えても通らないっす。ダメや。弱い弱い。もっと僕らっぽいのがいる。自分らしさがいる。もっと、あのネタじゃ全然ダメ。もうでもね、もう頑張ろうって思いますね。このヒリヒリ全然わかんない自分ってね、毎回思わせてくれる M1 グランプリありがたいんじゃない。それのギャグやねお前。ほんまにこれほんまに悔しくなってんのそれ。これが好きなんですよ、このギャグは。ほんまにでもマジでな、ちょっと、やっぱその空気重たいにしろやっぱここ突き抜けるネタにせんとあかんな。やっぱり飲まれてるな、ちょっとな。やっぱまだ
でやっぱちゃんとな受けるつかみもいる、うん、俺らは、うん、そのあ こいつらおもろいっていうつかみもいるし、そこも考えながらつかみも、うん、俺らっぽいな、うん、見ようって思うことを最初にやらないと、うん、でもありがたいわ、なんかこうやって思わせてくれる、まあね、M1 ってほんまありがたいんじゃないっていう、それなんなんそれ。どうでした今の2回戦。そうですね、まあとりあえず一番に言えることは、うん、重かったっすね。重たかった。それはタレンチのネタじゃなくて全体的に前のコンビとか見てても全体的に受けがあんまり良くなかった。全体的にまあ厳しい部分もありましたし、入る時に劇場に同じ日の2番手で出てはったネイビーさんとネイビーベイビーさん、うんうん、あのなべしんさんのはいはいはいコンビですねとすれ違って、どうでしたかって聞いたんですけど、ネイビーベイビーさんも普段は普通に受けてはるコンビなんですけど、もうちょっときついなぐらいの雰囲気で、はあはあ、それもあの場所で言うと漫才劇場やね。漫才劇場になりました。漫才劇場で受けたわけですね、はい、はい。その日自体は何組ぐらい受けたんですか？48ですかね。48。もう、何でしょう、ゼロ受けがベースみたいな。誰も受けない。あ、そんな？で、まあ中に面白い人がおったら、ちょっと受けるみたいな。その、ま、漫才劇場って普段400人ぐらいかな、キャパで言うと、満員入ったら。そう、350。いや、300。立ち見ると350ぐらい、はい。350ぐらい。で、お客さんはどれぐらいの入りやったんですか？まあ、立ち見ももちろんないですから、約多分3分の1が100何人かだと思います。じゃあ、ソーシャルをしたような状態で。そうですね。まあ、間隔を空けて座られてから、まあ、もともとそれは受けにくい状態ではあるけども、その中でも結構重いというか、まあ、お客さんも演者も全員がやっぱりこう、M1 の予選ということで緊張してたんですね。まあまあ、それはあると思いますね。で、例年その M1 のその3回戦の漫才劇場とかの空気って結構そういう感じというか。あ、もう毎年そういう空気なんやね。はい。そうですね。で、まあ、はい、うん、結構ネタ選びもね、迷ったりして、おかんのネタやったわけでしょ？そうです。親孝行の、はい、ネタにしました。親孝行のネタやって、どういう空気やったの？この最初からやった感じで言うと。最初のおっかーのとこがゼロ受けでしたね。うんうん、おっかーのとこがゼロ受け。おっかーで、かぶせるとこがゼロ受けで入って。まあだから、小畑が、おふくろおふくろって言ってて、柴田がおっかーって言うと、お前おっかーって言うてんのかいのとこがもうつかみみたいなとこがもうゼロ受けやったわけやね、うん、その後プリクラ僕が撮りに行く、うん、小畑が彼女と映画見に行くけど僕はプリクラ撮りに行くわのとこも受けなかったですね、うん、彼女と撮りに行けやっていうね、あの小畑のツッコミが入るわけでしょ、はいはい、そこも受けなかった、うん、で次のカニ食べの、ほなカニ食べに行くわって言って小畑が、うんうん、で僕が会話できひんやろっつってる、僕はラーメン屋の一蘭行くわっていうとこが受けたんですよ、うん、初めて反応。あ、そこで受けたやん、うんうん、反応あったわけね、うん、で小畑のその後動きので笑かすシーンがあるんですけど、あの一蘭のね、うん、そうです、こういう行くとこはね、うん、あっこがもうゼロ無反応。ああの小畑のあっこ無反応か。無反応で、その後僕がプレゼントをドローンを渡すっていうのにちょっとまあ反応があって、うん、で小畑が止めるじゃないですか。はいはいはい。お前がずっとこうやって言ってきてんねんって言ってきて、僕がお前っていうのやめてくれって言った後、うん、分かるか坊やっていうボケがあるんですけど、うんうん、そこが、まあ、改良したとこやね、うん、ラーメン屋の一覧ぐらいと同じぐらい受けて、うん、その後もう一個誰お客さんに聞くなって言ってるのに僕は照明さんに聞くっていうボケがあるんですけど、うんうん、まあ、それを受けない、うんうんうん、でそれでは終了、ありがとうございましたって感じでした。なるほどな。まあ焦るよね、焦るというか、まあだからそのつかみのおっかのとこがもう受けんかったら結構厳しいもんね。そうですね、もう言うたらそれだけのネタなんで、天丼天丼のネタなんで、
でもその、あの、受けないって言っても、その、何組か見た？その日、前後で。あんまり誰も受けてないですね。その前後、あ、ほら、受けてるメンバーいてなかったの？そこ、前後で。ある程度見てる、自分の前後、2、3個前は聞こえてくるやんか、相手待ってたら。僕らのブロックで言ったら、まあ、花市もんめさん2っていう方がいらっしゃるんですけど、その方たちを受けてましたで。とか、まあ、あと、後半の、もう最後の方にあの固まってらっしゃるもう結果残してきはった先輩たちは、うん、まあ普通に受けてるような感じのツイッターではありましたね。ツイッターで結構見たっすけど、まあ今日現在結果は出ないからどうなるか分からへんけども、だからやっぱりなんかそのある程度みんなが受けてて、じゃあ普通に受けてて、バック受けがあって普通に受けてて、じゃあ誰が通るか分からへんっていうような状態じゃなくて、基本的にはもう歴然と出てしまった感じだね、結果が前から。そうですね、多分、うん、ほんまに力ある人たちは受けてるっていう感じだと思います。だから結果だから、まあお客さんは思いといえど、まあ、ある意味条件は一緒から、より明確に平等ということやもんね。受けてる人は受けてるから。柴田的には何か感じるものがあったんやね、昨日。通用がまずしてない。どのネタで言っても多分、どの空気、もしあったかかったとしても、面白い人もっと受けるんで、あのネタじゃもう通らないなって、ちょっと本気で考えへんと、今後勝てないなっていう、打ちひしがれましたね。でもまあ言うたら別に今までがじゃあ遊んでたかっていうか、中途半端に考えてたかっていうと、別に今までも新規やったわけやんか。はい、そこでのこれからにの気づきみたいなのがあったわけ、昨日の夜から、まあ、1日しか経ってないけど、昨日の夜から今日の朝までもうちょっと正直もう戦意喪失じゃないですけど、 どうしたらいいか分からへんっていう状態になってて、どの自分らのどの部分使ったら、あ、ここで笑かせんねんなっていうのがちょっとね考えつかなくて、まあ、さっきも直前までちょっと考えてたんですけど、まあ、とりあえずもうやる、考えるしかないなっていう、やりたいんで、でもそうは言ってもお笑い大好きなんで、勝ちたいしみんな笑ってほしいんで、とりあえず考えようっていうマインドですかね今は。小畑はどうなの？そうですね、まあでも僕的にはあのネタに関しては、ちょっとまあ自分たちがどういう人かっていうのがやっぱ伝わらないと、なんかあの状況では受けにくいかなっていうのが僕の中でありまして、そのどういう人らが漫才してるかっていうのが、まああのネタからしたら正直伝わらないネタなんで、ちょっともうちょっとその自分たちがどういうのか分かるようなネタの作り方というか、あの感じの、まあ、システムでボケてくんやったら、そのボケの角度というか鋭さがもっといるなっていう風に感じたんで、それよりは、まあ、柴田と僕がどういう人間かを伝えて、その上でボケてく、突っ込んでく方が、あの M1 の会場とかには刺さるんかなという風に感じましたね。いや俺思ったのね、なんかその昨日の、まあ、メールの感じとか、まあ、柴田のその感じを見ててさ、